はい、今回はですね、絆覚醒されていない超人で、ちょっと番外編ってことで、女性キャラについてちょっとピックアップしていこうかなと思います。で、まあ、女性キャラについてはピックアップしつつも、まあ、最新のキャラもちょこっとね、コメントを挟んでいこうかなとは思いますけどね。まずちょっとビビンバですね。で、絆覚醒で一番確率高いかなと思ってるのは、まあ、これはまあ、皆さんも思われてる方多いかもしれないですけど、これですよね。このバレンタインのビビンバですよね。今もってなお自分はツアーのね、カメハメとかに連れてって行ったりするんですけど、やっぱ性能、これ一回情報修正受けてるんですよね。カウンター向こうが追加されたのかな。で、まあまあ、アビリティは悪くないんですが、必殺技と友情アタックがやっぱりちょっと古さを感、ちょっとどころじゃないね。パワーブーストですからね。ただの。その点が少し、物足りなさは感じますよね。必殺技もね、威力はそれほどでもない。HP は吸い取るんですけどね、ちょっと最近の必殺技と比べるとっていうのはあるかもしれない。うん。だからね、自分、ちょっと願望も入ってるんだけど、2月が水アビスしか発表されてないんでね、絆覚醒。ひょっとしたらサプライズでこの付近がね、来てもいいんじゃないかなとは、ちょっと思ってますけどね。バレンタインガチャも近いと思うんで、それに合わせて来てくれるとありがたいかなと思うんですけどね。超パワーブースト作るとすごい嬉しいんですけど。はい。で、次、他にもね、ビビンバに関しては、これも結構絆覚醒してほしいっていう声が多いんじゃないかなと思いますね。振り袖ビビンバですね。まあ自分はそうですね、最近だとやっぱツアーになっちゃうかな。ツアーのネプチューマンの時に入ってたりもします。はい。で、なんといってもね、そうですね、アビリティ2つだけってのもあるし、持ってるアビリティは非常にいいんですけどね、回復強と電流ループ回復強なんで。ただまあ、後で紹介しますけど、ジャクリーン、バレンタインのジャクリーンは、ロープ回復と回復持って、さらに毒無効とかを持ってるんで、そういうことを考えると、ちょっと物足りないかなとは思いますね。必殺技と友情アタックに関しても、必殺技は、まあ、全体攻撃に近いかな。ちょっと、当たらない時もあるんだけど、まあ、全体攻撃複数ですね。範囲攻撃だけど、そうですね。それほど威力があるわけでもないんでね。友情アタックも、まあ、範囲なんですけど、なんか中途半端なんですよ。デバフがないんですよ、これ。いずれも。威力もめちゃくちゃあるわけでもないし、デバフがあるわけでもないんでね。ちょっと中途半端なんで、そのあたりは、期待、絆覚醒してほしいかなと思いますけど、するとしてもしばらく、先かな。似たようなイラストでこっち来ちゃったんだよね。一番ビビンバで新しいやつですけどね。こっち来ちゃったんで、まあ、アビリティは全然違いますけどね。毒耐性、炎ロープ回復得、スタン回復得、状態異常回復ですよね。で、こっちはデバフありますね。パワーダウンとスピードダウンってことなんで、どうなるかなってのはあります。正直。来てもいいとは思ってますけどね。あとはビビンバとしたらこれかな。絆覚醒というよりかはどうな、情報修正でもしてほしいかなとは思いますけどね。持ってるアビリティはいいですよね。回復強にね、火山弾回復特に持ってるんで、悪くはないと思いますね。自分もここ最近だったら限界突破のジェイドとか、他にも火山クエストでも連れて回復役としては非常に優秀なんで、場合によっては一回極周ザマンで1800の時には連れてきましたね、このビビンバ。なのでちょっと、そうですね、絆覚醒は しばらくはないとは思うんだけど、なんだろう、やっぱ友情かな。友情がハマるといいんだけど、やっぱ敵に当たらない時もね、そもそも移動してくれないと食らわないっていうのもあるんでね、その点もちょっとね、なんとも言えないとこですね。やっぱ
コロシアムではそこそこ強いんだよね。結構強かったかな。新しいコロシアムだと結構巻き菱のダメージ強すごかったと思うんだけどね。ただクエスト攻略になるとちょっとっていうのはあるかもしれないですね。で、他にもちょっと先にこっちですね。これも結構声が多いんじゃないかなと思います。自分これ持ってないんで、性能のとこはちょっとわかんないところがあるんですけどね。使った時といえば、出たすぐの時に限界突破のトップとかでお世話にはなってますけど、フェス限、元フェス限の割にはっていう声はあったんでね、どうなんですかね。一応、チケット申しのフェニックスとかでは使えるようなので、まあ、この辺ちょっと持ってる方の意見も、ちょっとお聞きしたいとはあるんですけどね。まあ、絆覚醒は十分にあり得るかなとは思いますけどね、このビビンバ。まあ、炎ロープと異次元の組み合わせって、やっぱ自分のイメージとしては、すごい強キャラが揃ってる印象があるんでね。まあ、回復持ってるよね。回復持ってるから、まだ、なんていうのかな。使えるところは使えると思うんですけどね。まあ、これも結構、だから、候補には挙げれると思います。で、他のビビンバはね、まあ、今ではなおね、結構使えるんでね。例えば、水着とか、これも今でもね、チケット申しのカレクックとかいろんなとこで、とにかくいろんなとこで使えますよね。必殺技がね、結構ね、バフ効果、相手のパワーアップをしてくれたりもするんで、今もってなお強いかなと思いますね。で、個人的にビビンバの中で一番お世話になったのはこれかですね。やっぱ、トドロキとかいろんなとこで、高難易度クエストでは助けてもらってる。やっぱね、パワーダウンが強いんですよ。広い範囲で、ね、パワーダウンしてくれるんで、あと必殺技スタン効果っていうのもあるんでね、僕としてはかなり、助けてもらったキャラですね。まあこれもないでしょうね、しばらくそんな感じ。あとまあちょこっと触れると、ウェディングもね、これも最近だとね、猛襲シングマンとか、個人的には猛襲のサイコマンでね、安定してクリアできるにはなってるんで、まあ助けてもらってれば助けてもらってるけど、まあこの辺はしばらくはないでしょうね。はい。なんで、ビビンバに関しては、まあ、まずはやっぱりバレンタインのビビンバをね、なんとかしてほしいなっていうのはあるんでね、今紹介した最新のね、新しいビビンバと比べてもやっぱ、ちょっと古さが目立ちますよね。なので、ちょっと、サプライズの絆覚醒を期待したいところです。はい、次。リンコですね。自分一体も持ってないです。そうなんですよ。一体も持ってないんですよね。なのでね、ただ自分フレでよく使うのはやっぱちょっとね、先にこっちですけどね、このリンコですね。優秀ですね、かなり。激臭カオスとかね、極臭ゴールドマンとかいろんなところで使えますよね。高難易度にも連れていけるんでね。まあこれはしばらくないでしょう。まあ、新しい方のキャラも少し、振り返っておくと、これも結構使えるらしいですね。自分ちょっとね、まだ数回しか使ってないんですけど、結構そのクエストの適正ランキング、攻略引きのランキングでも上位上がってきたりしてるんで、いいんじゃないかなってのは思ってます。ただこれについてはあんまり使ってないんで、あんまりどうこうは言えないですけどね。で、古い方を見ていくと、やはり、このリンコですよね。結構こうね、ピックアップされてるガチャ引いたと思うんだけどね、とうとうここまで当たらずに来てしまいましたね。ただこのリンコに関してはすでに絆覚醒が2つあるんでね、こっちのね、こっちがもう出てすぐ入ってたんでしたっけね、確か。登場と同時に絆覚醒できたと思うんですけど、まあ昔だとどうだろう、タワーの20回とかで使えたんですかね。自分もこれほとんど使ってないです。だからフレでも本当す、多分5回未満だと思います、この火のリンコに関しては。で、こっちに関しては、まあかなりイラストがね、攻めてるんですけど、まあ轟とかには使えるんですよね、性能的には。で、まあこれはちょっと遅れて絆覚醒したと思うんですけど、だからこのリンコに関してはどうだろうね、まだ分岐の絆覚醒がないとは言えないけどね、火と水が来てるんで、ひょっとしたら光と闇かなんかでね、どっかで来るかもしれないですね。どういうパターンかはわからないんですけど、クリスマス来てハロウィンあたりで
まあ、出るとしたら新キャラになっちゃうのかな、やっぱり。うん。新キャラの方の方が確率高いんだけど、まあちょっと期待はしちゃいますよね。火と水がね。結構、だから、数少ない分岐の絆覚醒ですよね。はい、次がフィオナですね。フィオナも2体とも当てれてないって感じで、フィオナに関してはもうすでにこっちで絆覚醒出てるんですよね。うん、こっちのフィオナが、絆覚醒ね、うん。イラストはこれ結構好きです。これを目当てにガチャして爆死した覚えはありますね。これになるんですよね。こっちもね、ちょっと前はかなり使いましたね。使ったんだけど、今はそれほど使ってないかな。これがもう絆覚醒してるんで、このフィオナはまあしばらくないかな。分岐でもしない限り。で、まあ、こっち出たばっかりですからね。ちょっと、実はね、これ動画に上げてない部分含むとね、このフィオナ目当てにね、別にイラストが好きだからってそういうわけでもないんだけど、性能も普通にいいからね。このフィオナを目当てに、実はね、100連以上回してるんですよ。でも、1体も出なかったですね。残念です。はい。うん。なんで、まあ、フィオナとリンコは縁がないのかなとね、最近ちょっと諦めかけてはいるんですけどね。まあ、だから、フィオナに関してはしばらくないと思います。まあ、そうですね。分岐みたいなサプライズがない限りは。はい。で、こっちですね。この夏子に関しては、逆に、うん。3体ともね、複数体持ってるんですよね。夏子には好かれてるんですよ、自分。うん。で、絆覚醒に関して言えば、ちょっと新しい方から紹介すると、まあね、しばらくないんでしょうから、これ使えるんですよね。個人的に持ってます。持ってるんでね、結構使ってます。火山のとこでは、うん。特に花房でもいけますし、ロビンね、ロビンにもいけるし、あとはチケット申しのペンタゴンにも連れてってますね。うん。いろんなとこで活躍はできると思います。で、これもいいですよね。性能的にはかなり優秀じゃないかなと思いますね。まあ、猛獣シルバー、他にチケット申しのガンマンとかもいけるんで、うん、今もってなおまだ、うん、かなり活躍の場所はあるんじゃないかなと思うんで、これもしばらくないかな。バレンタイン。そのまんま出ますね。普通にガチャとしては。で、問題これですよね。データ当初は使いまくってました。うん。つい最近がちょっと前だとチケット申しのペインマンとか、うん。あとね、自分これ結構持ってるんで、ツアーのガンマンでは助けてもらってましたね。うん。3体以上持ってるから、1体は連れて行ってました。うん。で、性能はさっきも言ったように悪くはないんですが、やっぱりちょっと新しい方の夏子と比べると、物足りなさは出てきてるかもしれない。まあ、友情アタック、パワーダウンあるんですけども、1体なんですよね。うん。で、必殺技もね、まあ、悪くはないけどね、ってのは、まあ、ターン数も短いですしね、悪くはないです。はい。悪くはないんだけどもっていうのは、デバフが入ってくれると、なおありがたいかなっていうのがありますけどね。まあ、だからね、なんでしょうね。悪くないんだけど、もうちょっと、となんかできないかなってのは感じるんですよ。うん、何かアビリティをね、増やして、絆覚醒せずとも情報修正ぐらいしてもいいかもしんないですね。ただ、うん、現状でも使えるかなとは思うので、情報修正自体もするとしても、もう少し先になるかなとも思ってます。うん、期待はしてますけどね、サプライズで。夏子に関してはね、まだ使えるんでね、もう少し先かなっていうのが結論ですかね。はい、ジャクリーンですね。ジャクリーンはまあ、他の動画でも言ってるように、筋肉マンの女性キャラの中で一番好きですね。ファーストと2世合わせてなんですけどね。ね、ジャクリーンに関しては、正直、絆覚醒はしばらくないかなと思ってます。というのも、一番古いジャクリーンがこれなんですけど、ジャクリーンマッスル自体がまだ全然いけますからね。うん。さっきも言ったように、振袖ビビンバは、電流ロープ回復強と回復強なんですけど、こっちはさらに、まあ、氷ロープ回復強、回復強の毒耐性入ってるんで、それだけでもやっぱ、ちょっと違うなってのはあるんですよね。で、まあ、友情アタック、
友情アタックはちょっと地味なんですけど、必殺技がね、ターン数13、しかも、そこそこ範囲広くてパワーダウンなんで、かなり使えるんですよ。だからまあ、まだ、特に、いじられることはないかなとは思いますけどね。他のジャックリーンも見ていくと、今となっては若干、出番は少なくなりつつあるかもしれないですけど、ちょっと前だったらもう代用効かないぐらいでしたからね。人によっては、まあ僕もそうですけれど、ツアーのサンシャインの時はね、水忍者を使うことが多くはなったんですけど、それでもやっぱこいつを使う時がありますが、水忍者自分のスキルだとね、事故るんですよ。事故るんで、こっちのが事故は少ないです。ちょっと火力はないですけどね、火力ないから押し切られる時はあるんですけど、まあそれでもやっぱり、使いますね。まあ最近はちょっと水忍者の方が多くなったかな、さすがに。サンシャインはね。で、あと、ま、これもまあね、去年出たばっかりなんでね、爆破ロープ回復特を持ってるね、非常に優秀な、爆破ロープでは活躍する場所あるかなとは思いますね。ヒーリングエリアも結構使えますしね、カウンター向こう異次元ホール向こうもついてるから、何かと、まだ、全然、バリバリ現役なんじゃないかなと思います。あと、まあまあ、一応、紹介だけ簡単にしとくと、まあ、これもね、使えますよね。イラストは正直自分好みではないですけどね。まあ、それはいいや。性能は、まあ、毒耐性、毒ロープ回復強、ノーユーシテス戦耐性、巻き菱回復強。普通の回復がないっていうのはあれですけど、まあ、でもね、結構回復アビリティは2つあるんでね。まあまあ、いいんじゃないかなと思いますね。状態上回復。状態上回復あるから、どうなんだろうね。自分使ってないですけど、手持ちにもいないんで、タワーの19階とかいけるんですかね。その辺ちょっと、知りたいなとは思ってます。まあ、ジャックリーに関しては、しばらくないですね。全般的に優秀なんで。あるとしたら、なんていうのかな。あり得るとしたらね、自分のね、直感的な予想だと、ハロウィンのジャックリーンかなと思ってます。はい。はい。マリでね、検索したらマリポサとかマリキタマも入っちゃってるんですけど、それはちょっとね、スルーしといてくださいね。マリポサ結構たくさんいるんだね。マリさんはね、意外なね、2体しか出てないのか、そうだね。これもまあまあ優秀ですよね。優秀ではあるけど、まあ、しばらくないかな、でも、正直ね、使う機会はね、少なくなったかなって、っていう感じはあるんだけど、それでもやっぱり、いけるところはいけそうですよね。ただね、ちょっと自分、性能云々よりもね、必殺技ね。必殺技ね、なんつうかな、長いですよね。演出が。それがちょっと気にかかるっていうのはあります。性能云々っていうよりもね、もう少しシンプルにスパッとまとめてもいいかなとは思ったんですけどね、個人的には。まあ、子供を使うっていうのはなかなか面白いかなと思うんですけど、もうちょっと、シンプルに短くしてほしいかなっていう願望はあります。あと、まあ、友情アタックも長いっちゃ長いよね。チリンチリンって自転車で行くやつなんで、全般的に長い。その辺はちょっと修正してもいいかなと思うけどね。絆覚醒っていうとしばらくないかなと思いますね。まだね。ただ、どうだろうね。やっぱ古さは感じますよね。若干。若干ですけどね。使えると思いますけど、全然。で、こっちはまだバリバリ現役かなと思いますね。高難易度クエスト、激臭シルバーとか、とにかく、激臭シルバーとか、チケット猛襲のサイコマンあたりとかね。火山耐性持ってるんでね。あとは必殺技、ターン短縮、回復強って、まあ結構役に立つアビリティ揃ってるんで、友情アタックがちょっと横一線なんで当てにくいのはあるんですけどね。でも、パワーダウン持ってるんでね。全般的には使える方で、だとは思うんでね。出たばっかなんでね。これもしばらくはないでしょう。まあ、マリさんね。まあ、絆覚醒どうこうよりも出てきそうだよね。バレンタインあたり出てくんじゃない？そろそろ。2体しか出てないって結構意外だなと思います。はい。まあ、アリサさんは、まあ、絆覚醒はしばらくないんでしたけど、とりあえず紹介しておく新キャラですよね、むしろ。この子は、この人は。この子っつうか、この人はね。まあね、初めて出たアリサさんはハロウィンなんですけど、ハロウィンで登場したんですけど、まあ結構使えますね。自分1体持ってるんですがね、落雷回復持ってるってこともあるんで、
結構、助かってます。今のところだと猛襲ステカ製で大活躍、他にもいろんなとこで、チケット猛襲のビッグボディとかでもいけるんじゃないですかねっていうとこですね。まあそんな感じでね、女性キャラもねそろそろたくさん出てるんでね、どれか絆覚醒、一番の候補はやっぱりバレンタインのビビンバかなとは思うんですけどね、ちょっと、全般的にね、結構使いやすい、回復持ちが多いんで、使いやすいキャラクターがいるってイメージなんでね、絆覚醒するとなお使いやすく、強くなるんじゃないかなとちょっと期待したいですね。はい。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。